さて、毎月第3水曜日にお送りしております、ラジオでポン、本当の出会いのコーナーです。えー、今月のゲストは、読書普及協会チーム釧路のキャプテン山本さんと、副キャプテンの鈴門さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日はですね、お二人からのおすすめ本ということで,で、ね、はい、えちょっとじゃあ本をご紹介お願いいたします。本日ご紹介する本は、非常識な読書のおすすめ。はい とといいいうことで、えー、清水勝義さんの本をご紹介させていただきますはい、もう間もなくですよね7月の6日に講演会が予定されてる、はい、清水店長の本はい、はい、そうですねで講演会もこの本のタイトルから付けさせていただいたんですがその実際の本の方を今日はご紹介させていただきたいと思いますはいもうざっと どんなな感じでですすかねね非常識な読書ってそうです、ねね、一応このサブタイトルとして「えー、人生がガラッと変わる本の読み方30」ということで、はいうん、一応30項目ですね人生がガラッと変わる読み方のヒントといいますか、はい、内容が書かれているんですけれどもこ、はいはい、れをまあ読んでいただくと今まで常識的に考えている読書のイメージがガラッと変わるんじゃないかなと思います。はい なんかあれですか、鈴門さんも山本さんも読書のイメージってありました?。そうですね、まあ。私のイメージとすると、読書ってどちらかというと、なんか一人で。ひっそりと、こもって読むみたいな。まあ、一人のものですよね。イメージとしてはね。まあ、読書自体確かに一人なんですけど、ただどちらかというと、なんか。自分のためにインプットする。ためのものっていうか、そういうイメージですかね。自分のために読む。 はい、勉強する、はい、それが私たちの常識だったんですけども、はいはい、この清水勝義さんはあの「いい本あったら人に教えてあげた方がいいんじゃない?」っていうことで、えー、ああの例えばはるみさんにこういう本を紹介したいということを前提に、はい、アウトプットを前提に読むと、はい、もう自分の回路が開かれてすごくよくなるんじゃない、はい、っていうことも書いてありますね。ななるほど自分ののたためのインププッットトトだけじゃなくてアウトプットを前提とした 読み方ですので読んだらすぐ実践だとか先ほど言ったようにいい本があったら知り合い友達にお勧めしようっていうことを言ってるんですけれどもその他のポイントといいますかそれもたくさん載っているんですよねこの本には。それを一つ一つ実践していければきっと人生がガラッと変わるのは間違いないのかなと思います。 講演会の,そのポスターのちょっとキャッチコピーにも書いてるんですが、えー、え読書であなたのすごい力が目覚めますっていう風に書いてるんですが本の方にも書いてるんですけれども、えー、あの皆さん、やっぱりすごい力っていうかまあ魅力を持っていると思うんですけれども、えー、それを引き出すきっかけになるのが読書なんじゃないかなという風に感じまして、えーはい、この本を読んで私もちょっとこうスイッチが。 <laughs> 入りましたね入りますねこの本のプロローグの初めにですね、はい、これも何かのご縁ですねから始まるんですよ、はい、清水さん、はい、まさしくその通りで、はい、私も本との出会いがあってこの横にいる山本キャプテンとの出会いがあって人生がガラッと変わってきた、はい、あ一冊の本あるいは人との出会いで、うん、あ結構ガラッと変わるもんなんだっていうことをまあ実践した。 っていいう思いのある本ですね同じくです、ね、最初のプロローグの方にですね「取るに足らないと思われるような小さなことでも、まあ、それが引き金となって予想もしないような大きな結果を生み出すことになる」っていうふうに書いていたりするんですけども、ええまあ、講演会を、まあ、今回あの、はい、やりますがそれを聞いた 例えばこの本を読んで本当にすぐ人生が変わるかというとうん、うん、それは確かにないかもしれませんが、うんはい、それが日がりになって思い返せばあれがあったから今があるんだなっていうふうな、はいあのー、きっかけになる、まあ、そういった本じゃないかなというふうなた後から振り返ってみると <laughs> ああの時の出会いがとかそうです、ね、あの時の話がとかね、はい、ありますよねその時は意外と気付いてないんですけどね。 うん、でもその時に結局それでそのままで終わらせたのか、はい、それをもとに何か一歩踏み出したのかで結構大きく変わると思うので、うん、その一歩踏み出す勇気を、まあ、この本はくれるんじゃないかなと思いますすねね、うん、そうですよ、ね、あの出会いはたまたまだって流しちゃうか、うん、あのこれがご縁で、うん、あのそのまま進むかっていうと本当に分かれますよね。はいうんそうね なので、まあまあ、私も読書が苦手と言いながらも <laughs>、はい、何度も言ってますが清水店長の書いた本は二度読んで、はい、さらにノートに書き写す <laughs>、はい、でそれを人にアウトプットするってところまでやってるのでだから本当にあの今回、清水店長には会いたいんですよね、<laughs> うん、講演会でそう言っていただけると嬉しいですね、うん、その会える場面が本当にそうな、ね、るんですかね今、はい、今回あるんですよ。えーはい、一人でも多くの方に 清水店長にに会っっってててもらいたいっていたうのはやっぱりり根底にありまして、うんうん、私自身、清水店長と会って、はい、まあこの「読書普及協会」チーム釧路を立ち上げるきっかけになりましたし、はい、まあそういったチーム立ち上げるかどうかは別として、うん、皆さんの心のどこかにスイッチがパチンと入って今までチャレンジできなかったことがチャレンジするきっかけになったりっていうのもあるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、はい ですのでまあ、この、まあ、本を読んでいただくか、まあ、なかなかちょっと本を読みづらいなという方は、はい、あの読書とか全く興味なくて構いませんので、清水店長の話を先に聞いてみるっていうのも、いいいいんじゃないかなかと思います,です、ね、でこの非常識な読書の勧めなんですけども、あの清水店長がやってるお店の名前が、読書のすすめなんですもん、ね、そうなんです。 変わった店名ですよね。変わった店名なんですがお店もすすごく変わってるんですよ。えー、<laughs> お店自体もですね、うん、駅前とか便利がいいところにあるんではなくちょっと10分ぐらいですね、うん、歩いて離れたところに本屋さんあるんですが、うんはい、駅前の大きな本屋さんがバタバタ潰れる中清水店長の読書の勧すすめの,あの本屋さんはあ全国から人が。 押し寄すごいですよ全国から人がわざわざ本屋さんに行くってねえだって本屋さんだったらどこで買っても多分はるみさんも足を運んでいただいてるんでなんとなくその引き付ける魅力っていうのはやっぱり感じてもらってるんじゃないかと思うんですけれども読書だとかそういうこと抜きにしてご商売されてる方が商売やる上でどうやって あの本のソムリエと呼ばれるようになり全国から人が教え寄せるようなお店になったのかというヒントも多分、公演の中では聞けるんじゃないかなと思いますしこの本にもまあそのヒントというのが書かれているのでそういう意味では非常にはい役に立つといいますかす、ね、あの清水店長のエピソードとして本屋さんでまあ立ち読みしている方に肩をたたいて清水店長のおすすめの本をそのお客様に紹介すると。 なな、まあ、なかなかない,でよ、ね、ないですねあの魚屋さんとか八百屋さんだったら、はい、いや今日生きのいいのが、はい、旬のものが入ってるからどうぞ、はい、その感覚で、えー、あの清水店長は何、えー、でそういうことを本屋でもやらないんだろうであの清水さんは人生がガラッと変わるようなその人がガラッと変わるような本を紹介したい、はいえー、そういうことで、まあ、話をかける。 最初の本は、ですねもうほっといてくれよとか、あるいはそのまま帰っていっちゃう人もいたということなんですけども、だんだんそういう話がですね人質に伝わって、さっき言ったように、全国からお客様が来る本屋さんになったと、そういうエピソードもあります確かに本というのは、その人の好みがあるので、なんかこう、この人におすすめの本って、その人のことをわからないと、進めちゃいけないのかなって、そういう先入観があるんですけども。 ただやっぱり、うん、あの清水店長は長年こう人に本を勧める仕事をされてるので、えーえー、何か多分感じるところがあってあ<ー>多分この人にぴったり合うのはこれだっていうのが分かるんでしょうね、うんうん、はあそうなんだ、はい、あのー、あ<ー>この戻りますけど本の中にも清水店長はバランス読書が大事だよっていうことを言ってるんですよね、えーはい、じゃあ私も、うんあのー、結構自己啓発書って好きなんですけど、はい どうしても「自己啓発書」ばかり読んでるとなんか「自己啓発書中毒」みたいになって、うん、もう視野が狭くなるんですけども、はい、そういう際にある方山本さんあるいは晴美さんから紹介した本を読むと、うん、なんか視野が広がるとか、はい、そういうことがあるんですよねそういうことを清水店長が本屋さんでやってくれるとあ<ー>そういうこともあると思いますねなるほどね。 ですのでまあ、実際、あの講演会でも清水店長がその時の旬なおすすめの本っていうのは多分ご紹介してもらいますんで、えー、一応、書籍販売もあのその場でやりますのでぜひお越しいただいて、はい、まあちょっと騙されたと思って清水店長のおすすめの本をちょっとその時読んでみる買って読んでみるっていうのもいいいかもしれないですねこれからの仕事にもそうだし、はい、コミュニケーションにもそうだし、うん、きっと何か、ね、あの役に立つ。 何かを持って帰れるような講演会になるんじゃないのかなと思いますので、日曜日、えー、7月の6日、日曜日なんですけども、はい、時間がね、また、そう,う仕事してる方もちょっと抜けやすい時間にてるんですね。そうですね、一応3時から5時ということで、ちょっと仕事の合間に、こそっと抜けてきたりだとかですね。休み、まあの方はもちろん、ね、なんですけども、はい、ちょっとお仕事という方も3時から5時のそうです、ね、間に。 ね、抜けて,来て,抜けてきい来ていただいて、えー、こちら、チケットのほうが1000円で、はい、販売はしているんですけどもどうったら買えますかねチケット自体はですね、はい、マナーボットの2階の方で、はいえー、買うこともできますし、はい、あとはインターネットの方ですね。はいえー、チーム くしろのブログの方から申し込みフォームありますので、はいはい、そこでお申し込みしていただくこともできます。はい、読書普及協会チームくしろのブログ、佐藤のブログ、佐藤プラリーにもですね、あのリンクを貼っておきますので、まああのそちらからでもチケット取ることできますよということで、で、あの6月16日月曜日にあのこの話題がくしろ新聞さんで紹介されたんですよね。はい。大きく取り上げていただきまして、はい、まあ。そちらもご覧いただけると、はい、まああの読書会の ことだとか、はい、その講演会の内容っていうのも書いてありますんで釧路新聞の方ですねちょっとあの2日前に戻って、はい、あの見ていただけたらと思います,す、ね、見落としてる方がいましたら6月16日の釧路新聞の朝刊ですね <laughs>、はいえー、こちらをですねご覧いただきたいなと思いますじゃあまあ今日ね7月の6日の、えー、清水さんの講演会のお知らせしましたけどもその直前にまた月一恒例の読書会もありますね そうですね、はい、えと今度来月は7月2日水曜日ですね、はいはい、午後7時からですね、WAT、えー、会議室3で行いますので講演会興味ある方も、まあ、講演会はちょっといけないけど読書会は参加してみようかなという方、はいはい、ぜひお越しいいいたただきたいと思います、うん、初回は無料で2回目からが1回100円ということになっておりますけども、はい、まあ手ぶらで行ってもいいしあの自分がおすすめしたい本がありましたらその本を持って。 参加してていいいただいても結構でですよととうことでぜひ、読書会の方もまたいろんな人との出会いが増えますので、えー、皆さん、気軽にねご参加気軽にいただきたいなと、はい、本当にいろんな、ね、あの人となかなかこの場じゃなきゃ出会えないような人と、ね、あの出会えるチャンスかなと。 思いますので、はい、ちょっと一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、えー、今日はですね、7月の6日に講演を行います、清水勝義さんの本、非常識な読書のすすめ、えー、こちらをね、ご紹介いたしました。読書普及協会チーム釧路のキャプテン山本さんと副キャプテン鈴門さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。